プロゼロ賞19歳左腕に侍井端監督が異例のラブコール。虎の新星へのラブコールが止まらない。阪神の門別圭斗投手が2日、侍ジャパン井端弘和監督も惚れさせた。侍の指揮官が12球団トップで沖縄宜野座村の阪神一軍キャンプを視察。新たに見てみたい投手を問われると、門別投手でしょう。体も一回り大きくなって、昨年からボール自体は素晴らしいなと思っていますし、見てみたいと即答した。すごいらしい。村上大竹伊藤に青柳も良さそうやし、門別も入ってくる、ローテあと1枠しかないやんけ。実際どうなん？伊川クラスらしいぞ。井端って10年くらい前に、覚醒前の柳田、見抜いて、彼はすごいよってベタ褒めしてたからな。そしたら、本当に台頭してきたし、井端の選手見る目はガチよ。北海道ナンバーワン投手やったやつか。阪神に回ってくるまで、門別が残ってたのは、ほんま奇跡よ。門別やばいらしいね。高橋遥人に門別とか豪華すぎて羨ましいわ。もう見つかってしまったのか。